So who are you now? Oh, come on, Foxy. I'm the Riddler. ウォッチモジャジャパンへようこそ。今日は超能力や魔力を持たない DC スーパーヴィラントップ10をご紹介します。このランキングでは超能力を持たない宇宙最高の敵役を見ていきます。外部の魔法や特殊な化学物質にさらされた悪役も、体や能力が比較的普通の人間の範囲内であれば候補とします。またアンチヒーローになった敵役もランキング入りします。あなたの好きな超能力を持たない DC ヴィランは誰ですか？コメントをお待ちしています。第10位、オズワルド・コブルポット、別名ペンギン。I still don't see penguin. Hello! I'm guessing that gas isn't faster than a bullet. What do you think? コブルポットのニックネームは可愛らしいものですが、このスマートで小綺麗な悪役を過小評価するのは大きな間違い。何年も嫌がらせを受けからかわれてきたペンギンは、暗い衝動に駆られて暴力を振るうようになりました。そしてその悪意と頭の良さを武器に犯罪帝国を築き上げていったのです。 What I am offering is crime in the hands of professionals and held to agreed upon terms from which you'll profit. God bless America. ペンギンは体格のいい悪役ではないので、銃や時には仕掛け傘を使って敵に対抗します。彼は武器を使うことに長けているので、他の悪役やバットマンの力さえも抑えることができるのです。子供の頃にペンギンをいじめていた人たちが、今のペンギンがマント姿の救世主の脅威となっていることを知ったら後悔するに違いないでしょう。 Let me tell you what's gonna happen. I'm going to find this gang and I'm going to crush them. And everyone will see that it is Oswald Cobblepot, the penguin who keeps Gotham safe. 第9位、ジョージ・ディガー・ハークネス、別名キャプテン・ブーメラン。 Then there's the Aussie, Digger Harkness.ジョージ・ディガー・ハークネスは、自分がブーメランが得意なことに気づくと、物を盗むためにそれを使うという理にかなった選択をしました。フラッシュに出会うまでは彼はかなりの犯罪者でした。史上最速の男にブーメランを当てようとしている時以外は、アマンダ・ウォーラーの秘密組織スーサイド・スクワットで働いているかもしれません。10 years off a triple life sentence? Darling, I'm walking out of here free man. We're gonna start having some real fun.Why don't we have some fun? 超能力を持つ悪役と一緒に任務に就くことが多いですが、彼は常に超人よりも長生きしようとしています。こんなに奇妙な武器を持った悪役が DC コミックで長く愛されている悪党になるとは信じられません。なぜかいつもキャプテンブーメランの物語を見たくなってしまうのです。 Hey, let's go home. That sounds good. You guys wanna go home? 第8位、ジョナサン・クレイン博士、別名スケアクロウ。What's Scarecrow? Patients suffering delusional episodes often focus their paranoia on an external tormentor. ジョナサン・クレーンは幼少期のトラウマを克服するために恐怖を完全に支配することを目指していました。恐怖を克服しようとした彼は、自分が一番怖いと思っているものを人に見せることができるガスを開発します。スケアクローはこの恐怖の毒素を使ってゴッサムの人々を苦しめます。彼のガスは多くの悪党やヒーローを恐怖で支配したのです。What about her? She hasn't got mom. I give her a concentrated dose. The mind can only take so much. 彼らが恐ろしい幻覚に苦しんでいる間に、スケアクローは逃亡を企て敵を攻撃し、彼らがもがき苦しむのを傍観します。この悪役はビデオゲームアーカムから実写映画まで数多くの人を苦しめてきました。あなたがスケアクローを恐れるかどうかに関わらず、彼はあなたに最悪の夢を見せることができるのです。Of course they are! Crane? No!第7位、デビッド・ハイド、別名ブラック・マンタ。アクアマンの父親が亡くなった後、正義を貫こうとし、誤ってジェシー・ハイドの命を奪ってしまいました。これによりデビッド・ハイドは海のヒーローへの復讐を誓うのです。Revenge is something we Atlanteans understand.
You will lead my finest commandos as your personal army to hunt down the half-breed abomination. しかし、アトランティス人を倒すのは簡単ではありません。そこでデビッド・ハイドはアーマースーツを作り、宿敵の命を奪おうとします。彼の進化したスーツは水中でアクアマンと戦い、陸上でアクアヒーローにレーザーを撃つことを可能にしました。この最新テクノロジーのスーツもそうですが、ブラックマンタもすでに熟練したファイターであり、ハンターでした。彼の多彩な殺傷能力とクールなスーツのデザインは、アクアマンの最も興味深い敵の一人として際立っています。ブラックマンタが獲物を狩るシーンはスリル満点。第6位、セリーナ・カイル、別名キャットウーマン。セリーナ・カイルは here. Perhaps Miss Kyle is merely enjoying the festivities. She hasn't been involved in any illegal activity for at least a year. セリーナ・カイルは象徴的なキャラクターで、ヒーローから悪役まで全てをこなしてきました。人生の大部分で彼女はゴッサムで生き残るために盗みを働かなければなりませんでした。セリーナは誤診から旅行まであらゆる用途に鞭を使うことができるため、簡単に盗みを働くことができました。アクロバティックで猫耳、鋭い爪ということからキャットウーマンと呼ばれました。 I am Catwoman. Hear me roar. セリーナは世界最高の刑事に油断を許させない戦闘力と回避能力があります。しかし彼女はコウモリと一緒に仕事をしたり、時には恋に落ちたりすることも有名。悪事を働くときはバットマンでさえも彼女を止めるのは難しい。ミャオ。第5位、フロイド・ロートン、別名デッドショット。But this time you gotta listen. Floyd Lawton, aka Deadshot.フロイド・ロートンは狙っていた相手ではなく、大切な人を誤って撃ってしまってからというもの、 100% の精度を求めて努力を重ねてきました。あまりにも的中率が高かったため、人々は彼をデッドショットと呼ぶように。この正確な暗殺者は悪名高い評判を得た後、アマンダ・ウォーラーのスーサイドスクワットに参加することに。デッドショットは be your team leader. I told you before, Waller. I don't take orders from murderers. Not even if I said please.彼はチームの有能なメンバーであり、かなりまともなリーダーであることを自認しています。また任務中は冷酷になることもありますが、娘を大切に思っているのも事実。ロートンの不正能力と非常にクールな狙い撃ちの技術はチームの中でも際立った存在です。勘が良くても彼と戦うのはおすすめできません。 Are we good? No one's ever to speak of this, Lawton. Understood. Be seeing your Waller.第4位、ハーリーン・クインゼル、別名ハーレークイン。ハーリーンは体操選手や精神科医になって成功を収めるかと思われる時期もありました。しかしジョーカーに恋をしたことで彼女の人生は大きく変わります。薬品の入った桶に突き落とされた彼女はジョーカーの相棒となり、ハーレークイーンと名乗るようになりました。彼女は木槌やバット、ハイエナの助けを借りてピエロの凶悪な契約を喜んで実行していたのです。Is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy.しかしハーレーはジョーカーとの関係が悪化すると人生の目的を考えざるを得なくなりました。 I was the brains behind some of Mr. J's greatest stunts. Not that he let anyone know it. Wouldn't. I guess all good things have to come to an end. スーサイドスクワットのメンバーからヒーローまで様々な役割を果たしてきました。ハーレーのユニークな性格、善良さ、そして不運な出来事により彼女は元恋人の影から抜け出すことができたのです。 Yeah, yeah, I made the kid my apprenticeCall me a softie. I dare ya. 第3位、ラーズ・アル・グール。 But is Ra's al Ghul immortal? Are his methods supernatural? ラーズ・アル・グールはラザロ・ピットに頼って寿命を延ばそうとしていると思われがちですが、ほぼ不死身のキャラクターであることが彼の魅力でもあります。もちろん不死身ではないので重傷を負って特別な水に浸かっても何の役にも立ちません。言うは易く行うは難し。ラーズ・アル・グールは長年の経験から非常に頭が良く戦闘能力に優れています。彼は暗殺者軍団を率いているため、彼にたどり着くまでには多くの敵を経由しなければなりません。ラーズ・アル・グールは優れた策略を練る一方で、タリアという娘を育てました。タリアは父親の悪名に恥じない極めて強力な悪役となったのです。
I need to rebuild the League. Make it stronger, better. Come with me. 第2位、レックス・ルーサー。 Lose something, Lex? I'm sorry. What are we blaming me for now, Superman? 聡明なレックス・ルーサーはその知性を生かしてビジネスマンや発明家として大成功を収めました。しかしこの天才はスーパーマンを陥れる方法を考えてもいたのです。数々の独創的な方法で鋼鉄の男を任そうとしてきました。The world can't live under a red sun. Neither can Superman. You see, sis, we as a people have become soft.結局いつもスーパーマンが勝利を収めるのですが、このヴィランは策略をやめません。レックスの自信のある態度は彼の新しい計画が成功することを確信させるのに十分ですね。コミックの重要なストーリーや多くのメディアに登場することでレックスは非常に有名になりました。彼が青いボーイスカウトを倒す日は永久に来ないかもしれませんが、常に史上最も注目される悪人の一人でしょう。 I was the man of tomorrow, not him! Not him!1位の前にランク外になったヴィランをご紹介しましょう。ブラックマスク。彼の不気味なマスクとその邪悪な性格は完全に一致。 I've scratched your backs and kept you out of jail. Well, now it's time to say thank you. トイマン。名前は馬鹿げていますが深刻な脅威となり得ます。 I know this is a tough thing to do.So I'm going to make it easy on you by taking the decision out of your hands. I've planted 10 bombs in 10 different toys at the convention. You won't know where they are. ビクター・ザーズ。この凶悪犯罪者になぜ傷があるのか、あなたは知らない方が良いでしょう。I got one for all the little birds I help fly away from this world. Two-Face。この悪役に遭遇した時、生き残るかどうかはコインで決まるかも。I swear to God, I didn't know what they were going to do to you. That's funny. Because I don't know what's going to happen to you either. リドラー、この不可解なヴィランは最も恐ろしい犯罪から逃れる方法も知っています。Okay, final riddle. I feel your every move. I know your every thought. I'm with you from birth. Then I'll see you rot. What am I?1位の発表の前に最新動画を見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1位、ジョーカー。You look nervous. Is it the scars? You wanna know how I got him? この錯乱したピエロ、紹介するまでもありません。彼は過去を語ることはできませんが、現在において非常に大きな問題を引き起こすことは間違いないでしょう。You don't look so good. Well, I don't blame you. Not when that bowl of cherries some call light turned out to be the pits of hell. Perhaps a song might bring a smile to your face. ジョーカーはナイフやバール、いたずら用の武器などを駆使して敵を攻撃します。また、ジョーカーベノムを使って最悪の方法で人々に笑顔を与えてきました。ジョーカーの予測不能な性格と底なしの悪の能力はバットマンの最大の敵となります。このピエロが現れると観客は次にバットマンにどんなことをするのかといつでもどこでも注目してしまうのです。何十年にもわたって人気を維持しポップカルチャーの中で強い存在感を表してきたジョーカーは憎むべきヴィランとして悪名高い存在となっています。 This town deserves a better class of criminal. And I'm gonna give it to him. いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録したら通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取って。Thank you.